おはようございます。本日は将軍西小山店さんにお邪魔しております。桜木凛でございます。今日はギャラクティカの収録なんですけども、私ねギャラクティカで本当に結果を残したことがないんですよ。まあもちろん神 FG をね目指す番組なんですけども、今日はもうはっきりと言います、激 FG を目指します。まずその先にあるから、まず激 FG を達成してから考えましょうと。もうオープニングで神 FG 目指しますなんて口が裂けても私もう言えません。私ただいま2024シーズンマイナス95万収支いっております。本日でミリオン達成しちゃう可能性があるので、それだけは避けたい。まあこれはちょっと個人的な事情なんですけどもまあでもギャラクティカでねしっかりプラス収めて、もう今まで FG っていうか逆ですよね、 FB フィーリングバトなんで、今日はちゃんと、まあ、神 FG ではなく激 FG をまず目指していきたいと思います。さあではゴッドイーターリザレクション打っていきたいと思います。まあ、一応ね神を食う機種ですけど、もう今の私の引きだと神などみです。本当に今日は出てくれ、マジでお願いします。頑張りますよ。まあ、ゴッドイーターね、なんで選んだかっていうと、まあまあゴッドイーターっていうコンテンツ結構好きなんですよね、そもそも。あ、ゲームは全くやってないんですけど、パチンコの方がめちゃくちゃ好きで、昨日もパチンコの方のゴッドイーター打ってて5万負けたんですよ。だからまあ本当にこのメーカーも違いますし、このスマスロのゴッドイーターに何の罪もないんですけど、勝手に私の中ではパチンコで負けたからちょっとスロで取り返してやるっていう気持ちもありつつ、あとはやっぱ最近の台の中では結構人気機種かなって思うんで、割と力入れてるお店も多い印象ですし、お、強チェリーですね。強チェリーは結構チャンスゾーンのだいぶチャンスですけど、一応弱チェもちょっと前に引いてて、ただまあ広角に上がってる感じではなかったけど、とりあえずゲーム数の前兆の方に行ってるかな。うん、ミッションか、どっちかな。これで作戦区域で、まああのステージね3つあるけど、一番食材の街が弱いですけど、さあどうでしょう、レア役かな、レア役か、チャンス目ですね。さあ官能現象1回、めちゃくちゃ弱い気がする、ステージ上がんないですね。これはねちょっと100ゲームのとこ当たってなさそう。やだな朝一天井。あ、だけど U のスペチェン、あ、復活だった、塩出てきた。今なんか捨てチェーンいつもと違うなって思ったら、やったー。あ、アリサだ。あ、でかっ。これ右下がりでストック持ってる、でかすぎー。なんかあるのかな、復活、使用復活だと当たり方ちょっと豪華だったからね。一応ここの画面で液晶タッチするとボイス出て示唆出るんですけど、これはコータなんでデフォルトですね、特に示唆はない。さあ行きましょう。一応今回はハンニバル、
さあこれで活性化バトルでもう当たってると思うんで、まあ、ハンニバルチャンス目なのでちょっとむずいですけど、まあ、リプレイでも 20% オーバーキルする可能性があるんで果敢にレア役とかリプレイ引きたい。気持ちいいよねこの当たり方。一応リプレイ1回引いたけど、まあここでねオーバーキルの時なると思うんでオーバーキルはしてなさそうですね。一式ちょっと一番弱いんで、まあなんかリプレイ引けてればね250とかにはなるけど、よいしょ、まあ200最低枚数ですけど、まあまあ最初なんでしょうがない。チャンス目ボイスはアリサで、これもまあデフォですね。さあ頑張りましょう。空いている、あーやだやだ。まあチェリーね弱点薬なんでチェリー引ければ OK だけど、頼む。まあ次はもう終わりなんですよ、何も引けない。まあ、逆にリプレイとかレア役引けば絶対活性化バトルには行くんで、ただ非常にまずいです。頼む。あ、終わった。くそー、1回しか、え1回しか当たんなかったんですけど金トロ出た。これ4以上だ、マジか。一応しかもこの1回もストック分なんですよね。正直普通にただ最初の当たりが右下がりだった、まあ、つまり自力では何もできてないっていう。ただその分ケロットの 金のトロフィーが出ましたよ。やった、かわいい。さあこっからねまたコツコツゲーム数を積み重ねる、もしくはチャンスゾーン。さあ次もでもね早めの100、まあ100でマジで当たってくれるに越したことがないと思うんで、おなんかいい気がする、いつもより。お赤文字だもん、だってこれ当たってんじゃない。さあ作戦区域、これ全長どこ行くかな。最初まあまあまあ最初からね空母とかあるんですけど、だいたいこのねマッチだよね。チャンスアップもない。いやーダメかー、ないね、なんも。当たったなんか弱って思ってたけど、やっぱあれかね作戦区域前は強かったから、いやーいいわー。また100ゲームのゾーンとこで当たりました。追加投資が3000円で合計8000円、まだまだ全然やれますね。今回多分普通に右上がりかな。そうですね、 U なんで多分普通に右上がり。あボイスはおー、昨夜だ。まあ偶数しさ今日かな。まあ4か6、もうね
4以上は確定してるから、まあまだ何とも言えないけど、つく読みきた。お、弱チェだけど、あ、来た来た来た、ダメだった。そうまだ、まあ、弱チェ引いたんで活性化バトルは絶対行くと、ただ当たってるかはちょっと微妙なので、でも効いてるって、あ、当たってますね。赤い、1回はね、結構なんか1回目って簡単なんだよな割と、まあ、もちろんスルーもあるんだけど、そんなにスルーはねしないイメージ。お、水打ちだ、まあ、少しだけね200以上はもらえる。あんまり多くなさそう。あ、273、悪くない。でもまあまあまあ200よりはいいでしょう。次はアリサですね。カリギュラー、お、もうこれはいっちゃってると思います。チャンス目、スイカでいいんですけど、スイカでいいんだよな、当たってると願いましょう。あ、今度こそスイカ来ました、気持ちいい。なんならこれオーバーキルかなしてる気がしますけど、いいとこで引いたなスイカ。こうやってバシバシ対応薬引けるとめっちゃ気持ちいいんですけどね。ほっ、オーバーキルしてねえの。つまりあのチャンス目で当たってなかったんだ。よかった、その後追加引いてチャンス目外してそのままさ抜けてたらマジで悲しかったもん。少ないな、ヴィーナスさん嫌だな。さあ5回目のリプレイ、5回目のリプレイもいかない、なんかもうリプレイなかったことにされてない、ちょっとやっと行った、6回目、6回目のリプレイでやっと行ったけど当たんなかったら嫌だな。技もね、あ、当たってる、やっと金だ、金ですよ、ギリ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 セーフ。全然オーバーキルしないな。
結局最後のリプレイで当たってくれましたね。よかった、危なかった。いやもういい、これは1式でも全然いいや。もう終わりかけだったもんだって。200でもいいよ、いい、しょうがない、これは全然許そう。お、リプレイ引いた。ちょっとここで神告知モードに変えます。神告知はね、この結構先に確定音が鳴ったり、まあ、第3停止で鳴ったりとか、神告知自体が当たってる時に結構出てくれるんで、出ないと逆にちょっと不安なんですけど、出るとめっちゃ気持ちいいんで、まあ、こういう時とかにね、まあ、レバーオンで鳴る時もあるし、第3停止離した時に鳴る時もあるし、あーやばい、頼む。あーむずいな、やっぱり相変わらず難しいです。今回は4連チャンですね。3回今 ST で引けたと。500枚、まあ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 プラスにはなりましたけど、ちょっと物足りないですね、やっぱね。まあまあ、また次早めに当たってくれることを願い、ちょっと頑張ります。600のとこでございます。ここ超えるとマジで天井が見えちゃうんで、できれば当たってほしいよね。お、いった、寺、新婚のハイデラ。あら、ゆうくんがカウントダウンしてくれてる、よかった。600のゾーンでサーマン、行くぞ。すごいギリギリだけど追加投資しなきゃいけない。ここでベルでも揃ってくれてれば。くそー、もったいない。じゃあ600のゾーンで当たってくれました、よかった。まあでも結構投資が膨らみましたね。アリサね、さあ今回も神告知モードに、さっき鳴らせなかったんでね、神告知今回は鳴らしましょう。やだ、空いてる、チェリー引けばいい、チェリーを引こう、鳴らそう神告知。これは活性化は、あ、チャンス目だけど鳴ってない、神告知が鳴ってないんだ、なんでだ、チェリーでいいのよ、チャンス目とかそんな偉い方行かなくていいんすよ。あ、でも弱攻撃いけるだろう。いや行ってないのか、嘘だろ、行ってないのか、行ってないのか。だけど赤です、これ気持ちいい、チェリーだった。今第一停止で神告知でしたね。結構いろんなパターンあって気持ちいいんすよ、この神告知が。はい、気持ちいい。
未だオーバーキル一度もなし。え、びっくりした、オーバーキルだった。オーバーキルしておりました。昇格パターン、一応ここレン君じゃなくて塩だとさらにちょっと継続率が高い人気覚醒になるんですけど、オーバーキルからの人気覚醒、やったー。こんな昇格パターンあるんだ、かっこいいね。さあ頑張りましょう。まあ、もちろん最低1ゲーム38ゲームなんですけど、リプレイとか引くと枚数50枚以上になるんで、レア役とかもちろん引いた方がいいと、まあ、キャラクターでなんとなく相馬とか出てくると結構100枚かなみたいな、今んとこ最低の30しか引けてない。リプレイ弱いな。240枚が最低で、ここで保証というか次コウタ出てきたらやばいです。あー、ユウくんちょっと最低は超えたね。あ、いいよいいよ、全然多い枚数は1回も全部さ、あ、やばいやばいやばい、これリプレイだ。100だよ、100、そう巻きました。これで400、割と頑張った。あ、これまずいね。コウタくん、コウタくんお嵐屋さんなんで、いやでも400枚でかい。結構ね、人気覚醒してもしょぼい時もあるんで、さあでは行きます。ヴィーナス、いやもうねリプレイ引いてます。気持ちいい、気持ちいい。神告知きた。多分今の最初の導入のリプレイで当たってた 20% 取ってたんですね。早かった。ただスイカチェリー引けばオーバーキル、オーバーキルしたい。このリプレイでもありえるけど、いやー何も引けないな。いいねいいね、今回はノーオーバーキルでした。278枚、今回はまあまあ多めに取れて、さあ頑張りましょう。お、ここでスイカ引いた。ちょっといい荒紙が、あーでもつく読みか。あーダメだ、おおいけた。いやー、あしょぼ、この銀トロフィーが出ましたね。あ、もう金が出てるからだけど、いやー2回しか引けず、1回がね人気覚醒して400枚取れてるのがまああるんで、500枚以上はいったけど、でもちょっと足りないかな。 ST が今日あんまりふ、まあ、普通かな、でもこんな感じかな。むずいんでね本当に。はい、中間報告なんですけども、今の時点であのホール内の神 FG の機種はなんと同じゴッドイーターリザレクションの
まあ角台なんですけども、まあ、3300FG ということで、まあ、確かに近くで見ててかなりいい感じに当たってるなっていうのはあったんで、まあまあまあ納得の結果、もうすでに3000枚超えてるということで、あとはですね番長ゼロが、1000FG 突破してるということで、まあ、そんな感じなんですけど、まだこの感じだったら、まあ、激 FG すらまだダメなんですけど、まあ、でも同じねゴッドイーターですし、神 FG が私もこれ次第ではいけたなっていうのがあるんで、まあ、私の代ねだいぶチャンスはあると思うんで、この後の ST しっかり伸ばせれば、まあ、激 FG、鬼 FG、神 FG も全然いけるかなっていう感じなんで、ちょっと後半引き続き頑張っていきたいと思います。え、チェリー変換だ。まあ、弱チェからだけど強チェにもう一回、もう一回ならない強チェですね。多分チャンスゾーン1個ぐらいは来ると思うんだけどな。あ、当たっているようだな。当たってた。これはね、まあ多分100のゾーンはさすがに早すぎるから直当たりってことですかね。いやー、やっぱりいいのかな。まあいいんだけどさ、高設定なんだけど、あるもんなんだな、やっぱり。もちろん持ちメダルですぐに当たりました。いや、こんなはず当たり軽いのありがたいな。さあ頑張ります。あ、これ2個持ってる人だ。テスカトリポカ、チェリースイカね。オーバーキルもねしやすいです。気持ちいい。あ、てか神告知入れるの忘れてた。これでねもう大丈夫でございます。何も引けないな。食らい尽くすぜ。さあ、まあ本当今日はスルーもなくある程度ね順調に引けてる。200枚かな。200枚。さあ、神告知になりました。誰だ誰だ誰だ。空いている。さあチェリー、気持ちいい。一発目でチェリー引いてる。弱だけど気持ちいい。どう、リプレイ引いたけどオーバーキルしてないかしら。ちょっと少なそう。271。まあいいか。多分ね次当たればハンニバル出てくると思うんですよね。
カリギュラ、チェリーがいいですね。もちろんだけどチェリー変換。さっきまであんな簡単だったのに。チェリー、お、逆押しね。これでよしよしよし、結合を崩壊しました。あ、てかスイカ、スイカになったから大丈夫や。あ、違うわ、スイカが増えたんだ。さあ、2つに増えたけどゲーム数がそんなにないんだよな。ここでもうやっぱレア役いかないと。リプレイで当たってくれないよね、全然。さっきから結構引いてるっつうの。ダメっすか、ダメっすか、ダメっすか。終わっちゃう、許して。ダメ、ほんと下手。あと1回ぐらい取れば多分っていうとこでダメでしたね。2回しか当てられずということで、こんなんばっかだな。さあ線に到達しましたよ。あ、このまま当たったここで当たりでしたね。全長早かった。総投資が33,000円。さあ天井、線の天井でございました。きつい。さあ頑張ろう。さあ紙告知も入れて、ヴィーナス。さあ早速リプレイ、もう早めに当たってほしい、怖いから。できればね、一個一個の枚数もでかい方がありがたいから。おお、気持ちいい。これで当たったんかな、それか最初のリップで当たってたかわかんないけど、最初の方はねサクサク引けるんだよな。リプレイでも当たるし、なんかどっからかで、ね、リプレイでも全然当たんなくなるんだよね。さあまず1回目、できれば200万以上、水地。うーん、300万以上欲しいところなんですけど、どうでしょう。おほほ、言ってみるもんでしたね。328。さあくぞー。ハンニバル、あー、ハンニバルチャンス目だからな。リプレイで頑張るしかない気がする。あー、チャンス目、チャンス目お願い。あー、追加ならないよ、神告知がならないよ、頼む。最高、リプレイで気持ちいい。200枚かな。200枚。さあ頑張ろう。ここでリプレイを引いた。
ピーナスなんだ。いやー、なんでいつも2連ぐらいまではすごいうまくいくのに急になんもなくなるんだよな。そんなこと言ってたらスイカを引きましたよ。これは気持ちいい。危なかったです。終わるかと思った。お、中断だこれ。あ、300枚以上アリサでね。いやー、ありがたいわ。いやもうほんと、あ、一式でね400がいい。いやもうなんなら、お、スイカ引いてる。2000とかあるよ。あ、チャンス目来い。300しょぼいしょぼいよ。さあ、あと2回ぐらいかな、上位行くには。この辺からむずくなってくんのよね、謎に。お、2個持ってる人だ。あ、でしかも今回ね、結合崩壊ストック1個取れたんで、まあ、3つになる。リプレイがな、埋まってくれればな。なんでだよもうもうなんで。あ、ギリ耐えた。おお、あぶねえ。こんなことある？あぶねえ、もうはてなはてなゲームですよ。気持ちいいよ。こういう時にね、神告知パーンなってくれるとほんと気持ちいい。よかった。いや本当によかった。耐えました、本当に耐えました。これはなかった、本当にギリギリだった。まあね、まあね、200だけどいいでしょう。さあ、ワンチャンこれね、次取れば激鱗ハンニバル出てくる枚数なんで、ちょっと頑張んないと。つく読み。さあ、7が揃わなくてもここで当てよう。ダメかな、ダメか。あー、なんでだよ、なんでなんだよ。もうなんかこの700ぐらい、あと1回2回のとこで結構引いたんだけどな。リプレイもスイカも引いてダメなんすよね。なんかあるんだよここに。はい、残念ながら100ゲームとかも当たらず。いやまあ気持ちいいポイントは結構あったんですけどね、こんなにやれないか、ちょっと残念な結果となってしまいました。お疲れ様です。実戦お疲れ様でした。結果から言いますと負けました。まあ見てる人は分かると思うんですけど、ただミリオンにはいかなかったです。セーフということで、一応収支の方をおさらいしますと、
投資の方が3万3000円ですね。で残った回収したメダルが478枚ということでマイナス1073枚ということで、まあ、耐えたといえば耐えた。ただ私の台ね、一応朝一すぐに金色のねケロットさんが出てきてくれてた割にはっていう感じかな。まあ初当たり自体は5回取れてどれかがバッと跳ねればどうにかなってたぐらいの収支なんですけど、どうしてもやっぱり ST が、まあ、そんな下手だったかっていうと微妙だけど、全部ねなんか500、600ぐらいで止まっちゃう、まあ、マックスで800ぐらい、あと1回当たればリザレクションゲート、まあ激鱗ハンニバル出てくるかなっていうとこで結構終わっちゃうって感じだったんで、最後もね惜しかったんですけど、まあ漆黒のね捕食者ぐらいは入れたかったなっていうのがあって、せっかくのねチャンスな台だったんでめちゃめちゃ悔しいんですけれども、結果的に本日のね神 FG 台が中間と変わらずゴッドイーターの 3300FG、 そしてですねもう1台のゴッドイーターも 2000FG ということで、こちらのね将軍西小山店さん3台しかないんですよ、ゴッドイーターリザレクション。つまりです、私以外の2台は出てたんです。まあ隣でね、まあ、近かったらちょっとね見てたのもあるんですけど、まあお兄さんの引きも強いなっていう感じはあったけど、実際やっぱ初当たりだったり挙動とか、まあ、通常時のね、まあ、あのなんて言うんだろう、前兆後のステージ以降とか見てる限り私の台以外も良かったんじゃないかなって正直思っちゃうところありましたね。結局私ギャラクティカで激 FG すら今回も達成できず本当に申し訳ないんですけど、まあ次回があったらもう確実にその時は激 FG 最低でも達成したいと思います。まあ、そして次会った時もしかしたらミリオンいっちゃってるかもしれないんですけど、一応ねご報告させていただきたいと思います。ということで今回はこの辺で、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。